前そばらととポドカとあれ撮ったじゃん、方言のエペックス。またその感じでやってみようかな。第3回方言のエペックス。まあその時のモンドと今のモンドはレベルが違うからな、日本語レベル。多分今回はもっとできるんじゃないかな。方言、方言エペックスって何？これはまあ普通に悪口しながらエイペックスするんだけど、アイコンミュージック懐かしいな。それ何年前だ、何年前じゃないか、1年前ぐらいかな。いやたまたまね、俺の昔の動画見てるんだけど、マジで下手くそだからもう見たくないわ。その時のモンド殴りたいよ。なんでそんなに日本語下手くそなのお前って。いや俺最初にシアルカップ出る時のモンドが今のレベルのモンドだったら、もう今のモンドは日本語ペラペラになってると思うよ。まあ正直俺日本語勉強もしなかったし、今もそうだけど全然勉強しなくて、日本人と話するんだけでここまでなんか言ったよ。単行帳それね、一応買ったから単行帳それ。ごめん、10分も見なかった。無理だった。つまんなかった。だる。日本語勉強するんだったら、話すのが一番楽しみでできるよ。楽しい感じで勉強できるよ。